少ないからこそチームワークがとってもいいです。授業の課題などのさまざまな活動に一緒に取り組んでいます。私は4月から小学校の先生として働きます。子どもと一緒に成長できる先生になりたいです。高校生のうちにしか体験できないキラキラを今のうちにたくさん体験してほしいです。大学は自分の気持ち次第でいろんなことができる場所だから、そのキラキラを忘れないまま素敵な大学生になってほしいなって思います。